想像はしていた。大きな山々が連なる村に、道路も輪立ちもないような場所を颯爽と走るバイクの風景。想像していなかった。大きなビル群が広がる都市に、多くの車が颯爽と行き交う風景を。ここには全く知らない世界が広がっていた。ここは東アフリカに位置するタンザニア。発展途上国に分類されるここタンザニアで、都会の生活をする人たち、動物と暮らす人たち、電気のない生活をする人たち。目まぐるしく変化するタンザニアで、ただ共通していたのは、どこのどんな地域でも笑顔が広がっていた。そしてそんな彼らを支えるのがテクノロジー技術。エアコンをスマホで操作するサブスクリプションサービス。電気のない地域や村に輝かしいランタンを届けるサービス。未来の大人たちに IT 教育を設ける場を。テクノロジーを駆使したリープフロックの可能性で、より多くの人の生活を豊かにし、笑顔にすると信じて。